アルクルコシダーゼアルファは、ポンペ病に対し酵素補充療法を行うための医薬品であり、マイオザイムの商品名で、オーハンドラッグとして開発された。ポンペ病に治療効果がある初めての薬である、気象疾病用医薬品製造会社である、ジェンザイムにより開発された。ポンペ病は、アルファ1、4グリコシダーゼという酵素の欠損によりあらゆる、 細胞のライソゾームにグリコーゲンが大量に蓄積する病態である。マヨザイムは、この血損酵素を補充する酵素補充療法のための薬剤であり、それによりポンペ病の病態を改善させることができる。欧州連合では2006年3月に認可され、2003年4月にアメリカ食品医薬品局により子供への酵素、補充療法の薬剤として認可された。 日本においては患者団体の強い要望もあり、2006年2月には気象疾病用医薬品に指定され、2007年4月18日に製造承認を取得し、同年6月8日に薬価集載、同年6月11日に発売された。アメリカのポンペ病患者の父親がマイオザイム開発のために奔走しており、その様子は2010年に 小さな命が呼ぶ時として映画化されている。マヨザイムは、消化管で分解を受けるため経口投与はできず、静脈注射により投与する。投与期間は2週間に1度の投与となる。一般的な副作用として、肺炎、呼吸の合併症、感染症及び発熱が報告されている。より重篤な副作用としては、心肺不全、アナフィラキシーショックが報告され、 マイオザイムの製品情報には、生命の危険がある、アレルギー反応に対する警告がある。ABC アメリカンメディカルアソシエーション、アルグルコゼデイズアルファ、ステートメント ONA、ノンプリプライアテリネームアダプテッドバイザウサンカウンシル、2007年12月18日、閲覧。ABCDE、FDA アプルーブスファーストトリートメント法、ポンペリジーズ、FDA、 http://www.fda.gov/.bbs/.topics/.news/.2006/.new01365.html2008 年7月7日閲覧キシュナーニー PS、コーソ D. ニコルノ、エムエトール、ラコンブノント、ヒューマンアシッドアルファーから、グルコシダーゼ、 メジャークリニカルベネフィッツインインファンタイルオンセットポンペディジーズロドラジー68 9909ドイ10.1212 01 WNL 251268.41188 04プミド17151339ボート基礎性科学東京科学導入者 発行 ISBN978 から48億790万7120。AB 日経メディカルオンライン。マイオザイム。桃源病。通型の特効薬ハット AB ジェンザイム公式サイト。ありがとうございます。